どうもです。さあ、G1 です。始まります。でもこれ、いや、先週、はい、京都大賞典。これ自慢になるんですか。自慢、これすごい。ピートローズ来ました。シバリエローズ1着ですよ。で、11番人気が最低人気です。来るというのが。そう、11番人気が、過去10月6日は2回とも来ていて。うんうん、そうそう。いや来ましたね最後生まれん凍ってたんですけど、ね、神がかり的なこれ信じて3連単凍ってたらこれ二等軸やったら141万ついてます。これね3連服でも15万超です。3連服15万でしょ、うん、ちょっと買い方でもこれ3週連続この動画でね、イガ S からスプリンターズ、うん、毎日王冠はねエルトンバローズ、エルトンバローズは3着、あれも3連服買ってたら当たりましたからね。当たりました。生まれんでもね9戦ついてましたね。今週も期待できますけども、はい、いやいやあ、凱旋門賞で凱旋門賞夜ねあの青のこれ青枠買ってねブルーストッキング着たの、ブルーストッキング、じゃあ僕もこれブルーストッキングという名前がよくて、うん、で2着のアバンチュールなんてね、ここ人妻風俗店なんですけどねアバンチュールっていうね、ブルーストッキング、アバンチュールでブルーストッキングでね、アバンチュールがロサンゼルス支店におったらこれもうその3頭行きますよね、この3頭行ってんですよ。てか僕ブルーストッキングから買うたんですけどあまりにも安かって、ね、でも俺も競馬三昧でしたね、うん、というところで週刊賞です、これねもうまさに最強タッグ決定戦、頭の中でオリンピアが流れてる、ね、セルジオメンデス、セルジオメンデス最近亡くなりましたけども、最強タッグのテーマですけども、小崎国枝調教師、2021年 V の赤い鳥の娘コンビですね。国枝調教師というのは戸崎騎手じゃなくてもね、海老名ジョッキーとかルメール騎手とか横山典ジョッキーとかね、いろんなジョッキーと組んでね G1 取ってるんですよ。もうすごいですね。ね、あのビッグマドフみたいな感じですかね。誰とでもビッグマドフ、アドリアドリアドリス、あの、G アウトローズ、マスクドスーパースターとかね。あ、そうそう、マスクドスーパースターとか、ね、あのいやいやカウボーイボブオーとか、ボブオートン、ね、あのテキサス、バイオレンスコンビ、あのタック屋です。これリックマードックなんですね。これリックマードックですね。タック屋。タック屋です。うん、もう誰と組んでもいい試合になる。で、あの黄金コンビですね。川田中内田厩舎。もう去年のリバティアイランドがもう最たるもので。これね、中内田厩舎、あ、重賞、40勝のうち30勝がこのコンビみたいです。あ、すごいですね。これ黄金コンビですね。これ最高だった。黄金コンビって何かあります？それはこれやっぱりミラクルパワーコンビですか。あれですよ、ハンセンブロディ組ですか。ハンセン・ブロディはそれはもう負ける気がしませんでしょう、ね、殺人魚雷コンビとか、ね、ゴディ・ウィリアムズ、ね、ゴディ・ウィリアムズ負ける気が、まあそうですね、誰がホールされんね、キット・スミス組とかもしそう、キット・スミス組ね、うん、ちょっとねあれあのマレンコ兄弟とか、まあ、名勝負をしてます、名勝負ですよね。これはもう最強タッグ、最強タッグです、ね、これミラクルパワーコンビ、ミラクルパワーコンビ、これですね、ルメール、木村調教師、これはもう言わずと知れたイクイノックスとコンビですね。あの去年年末レガレイラーがあって、でこれオークスもこのコンビ、これ日本人とフランス人の、あ、ちょっとしてですか、 あれですか、ジャイアントババアンドレザージャイアントマテンローコンビですね。あの、まあ、90年 の、ね、そう、あの日米レスリングサミットですね、です、うん、相手デモリションズ、デモリションズですよ。猪木ボブバックランド組と天竜ハンセン組、天竜ハンセン組、これ天竜ハンセン組です。トースポでは龍冠砲、龍冠砲、龍冠砲、ババハンセン組やったら馬冠砲とか、馬冠砲、名勝負はあのラッシャー木村、ジャイアントババ組のラッシャー木村が一方的にいたぶられて、天竜が初めてホールを、天竜が初めて札幌でしょ、札幌、あの日は確かあれで東京ドームで UWF が U コスモスのやつだった時ですよ。なんでそんなこと覚えてんだろうな。U コスモスの裏番組というかね、そう裏で札幌中島店センターでね、あのババさんがこれがプロレスだと、うん、名言です。あれはもうラッシャー木村の強さを一番再認識してたんですよ。でね、まだまだいるんですよ、指定コンビ、指定コンビ、斎藤メンバー、斎藤メンバー、斎藤、最近斎藤という名字はちょっと話題多いんですけど、兵庫県とかからもよく斎藤斎藤って聞きましたしね、またね、お笑い方面からも斎藤、斎藤ということな、だいたいそのサンスポのあの印のところ見てたら名前ちょっと怪しい名前多いです、斎藤、本市斎藤ねとかね、山口とかいますよ、山口メンバー、ね、うわ渡部とかいます、ね、渡部もいますもんね、なんかちょっとタレント揃いで、タレント揃いです、ね、あのサンスポ、中央競馬は、でこの斎藤調教師ダンの騎手、これ今所属厩舎なんで指定コンビです、指定コンビ、指定コンビなんかあります、指定コンビよりは僕はもうそれ言われてこれしか挙げれないんですよ、うん、この天竜川田組、うん、これ指定コンビです、急遽ね、アシラハラがあの、あ、そうだ、アシラハラがシャキシャキしてとか言ってもらった時に、もう今日でもう契約を解雇しました、パートナーがいなくなった時に抜擢されて、うん、これは大抜擢でしたけどもね、うん、でこういうカード化けましたから、あの最強タッグはよく頑張ってましたからね、ババツルタッグ、まあそれは猪木藤波とかね、
ありますけども、うん、最近ではなんかあれですよ、ディーン・アンブローズとね、海野翔太とかね、こういうのがありますそれそれ、海野くん頑張ってもらわないと海野くんがちょっとあれなんですけども、これはだからこれは立派な指定コンビなんで、はいね、これも期待できます。タッグでもう一つ ね、勢いがあるタッグというので、丹内騎手と菊沢調教師、今年ね調べたら6回タッグ組んで、はい、3着以内が、5回ほとんど、2勝2着2回、これ直近の5戦全部馬券絡んでるんで、で前回は札幌の、条件戦で、ね、12番人気1着とかね、今一番勢いあるコンビなんですよ。これ意外にね、ダークホースです。なんかダークホースのタッグチームって言いました。ダークホース、ダークホースで言ったらカンガムエキスプレス。あれでも優勝候補なったんですかね。なってないですからね。リッキースティンボート、ジェイヤングブラッド組のとかね。それダークホースでミルマスカラス、ドスカラス組とかあって。でもまあ一応ほとんどマスカラスはわざ受けないという。キラーカン、タイガー、トグチ組大好きだったんで、決勝行った時に必死で応援しましたよ。最後マジがダメで。勝つわけない。勝つわけないってね、幼心にも分かったんですけども、クラッシュガールズ、これ見ました、昔見ましたよね、見ました、これは今 の最新のクラッシュガールズ、あ、これランチパックですね、ランチパックで、あれがね、これ時を経たクラッシュガールズ、時を経たクラッシュガールズ、これですよ、これですよ、これは面白いですよ、もう珍しくグッときましたね、もうね、あらゆる場面でね、やっぱりダンプ松本になるとこですね、やっぱりね、あ、ジョーカーですよね、ジョーカー、なんか悲しいとこね、ランニングで置いていかれるとこはちょっと私ちょっとグッときましたけど、あんだけ差をつけられた、まあ勢いありますよね。ということで小金の空、ね、あまり場面言ってなかったですけど、この5頭は注目ということを、先週ね、ディープボンド2着やったんですよ、京都大賞典は007は2度死ぬというのは、これ2度来るとか、007は2度来る、去年のね、ちょうど10月の7日サウジアラビア RC は、ね、ボンドガール2着で、ディープボンドも、ね、京都大賞典で、3着やったんです。ボンドガール2着の 次の日にそうそう3日開催、ディープボンドが3着やったんです。それは先週ね、ボンドが読むかもしれないですよ、ボンドガールもちょっと気になりますね、先週来たんで、まあ一つケースといえばね、横山ファミリーなんですけど、お父さんの範博なんですけど、週刊賞になってからはね、15戦未勝利、息子の武志騎手なんですけど、これ3戦しかしてないんですけど、まあ2着1回もちろん勝ってないんですけど、はい、ウィン・マリリンとナミュール乗ってたんですよ、後の G1 倍、後の G1 倍ね、はい、でもここでは勝ってない、ここでは勝ってない、呪われた横山ファミリーということで、今年映画アイアンクローありました、アイアンクローね、エリックですよ、横山フォンエリック、横山フォンエリック、デメなんですか、デメね、まあ1個出せと、デメロンはね、結構来るんだね、デメ、そうなんですよ、オークスがね、生まれ 1,2 番人気で決着した年、たまにありますよね、うん、で今年そうなんです、今年そうだったんですね、でまずこれがね、2005年、2009年、2014年、2016年、23年なんです、23年、この年の秋華賞を見ると、まず2005年が3号秋華賞がですよ、で次の2009年がサブ6でこれ3が一致してるんです、あ、はいはい、で次の2014年が2,3でこれ3が一致してるんです、あ、で2016年次のこれが2,4でこれ2がかぶってるんです、はい、被ってますね、で23年これ、3,4で4がかぶってるんです、まあ去年も 1,2 番人気あって、まあ、今年オークス 1,2 番人気あったんで、去年の秋華賞の枠が来ると、今年も同じように来ると、で 3,4 と、あ、3,4、これ3はもう鉄板になっちゃいましたね、最強タッグ、最強タッグですよ、指定コンビと、ババアンドレザージャイアント組ね、3枠が厚いという、で、まあ、4枠は横山のり騎手がいる、これは、まあ、ちょっと4枠、これチルカーノとか、なんかマルカーノみたいな名前のやつがベネズエラですか、ベネズエラ来るんじゃないですか、これ結構ね、上げましたけど、最強タッグ決定戦、最強タッグ決定戦ですね、というところで、はい、アディオス。